皆さんこんにちは。こんにちは。はい、新潟県新発田市の慶和学園大学から元気な学生たちの日常をお届けするユーストリーム番組、はい、慶和ランチのお時間がやってまいりました。はい、お久しぶりです。はい、約2ヶ月間の夏休みを終えて、ね、はい、昨日からここ慶和学園大学でも後期の授業が始まりました。先週いや先週だけど、うん、今週から、うん、本格的に単位に入るみたいな、うん、そうなんだ。あ、そっかそっかそっか、そうね、履修登録ね、まあ、ね、はい、皆さん、はい、夏休みはどう過ごしだったでしょうかということを、はい、マルタちゃんに詳しく、はい、ね、詳しくお前はどこ行ってたんだと、私日本にいなかったからね。そうそう、呼ばれてるんですよね。うん、呼ばれてるんですね。どこ行ってたのかな、はい、ということで、はい、今回の MC は私カエルのピクルスコレクターなのですが、今日はカエルちゃんを連れてきました。のりえと地声の低さがオカマバーナー小池まどかがお送りします。はい、先週も夏休みの振り返りの企画だったんですが、今週も引き続き長かった夏休みの企画、長かった夏休みの振り返りの企画を行います。今回は競馬ランチ MC のメンバーの一人、マルタさんにお話をお伺いします。イエーイ。マルタさんはですね、7月から9月にかけて、競馬ランチの関連企画には参加せずに外国に、出かけていたと聞いています。果たしてどんな体験があったのか、いろいろお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずは何から話せば、はい、2つ国に行ってきたみたいですね。最初ブラジルに行ってきて、はい、でその後にイタリアに行ったんですけど、はい、どっちから先に20分で語らなければ。いや、ブラジルはもうなんかもうほぼ観光みたいな、どこ行ってきたんですけど、もうなんか全部っていうわけじゃないけど、ほとんど回って、うん、すごい、ブラジルを、でもう泊まったのは人んちみたいな感じ。すごい。もともと宗教の集まりがあって、で4年に1回そういうなんか私みたいな若者がみんな集まって、でどっかに行くっていうやつ で今回はブラジルで、次はポーランドなんですけど、ポーランド、そうで今回ブラジルで行ってきて、なんか別に何かあったわけでもなくほぼ観光みたいな感じで終わったんですけど、どうだったんだろう。人んちって全くの他人、もう普通の人んち、で私が当たったのはなんか日系人の人で、日本語も全然喋れる人で、私イタリア語で会話して、向こうがなんかポルトガル語で会話してみたいな、全然通じ合ってたから、それでも通じ話はちゃんとポーランドじゃなくて、あのポルトガル語ってスペイン語に似てて、ちょっとそれでなんかもともとスペイン語とイタリア語って似てるから、なんで全然会話できる、ちょっと違っても大体合ってるから、あ、なるほどねみたいな感じ。そうですね、いやブラジル、なんだろう、なんかこうちょっとなんか綺麗なお姉さんたちが踊ってるようなサンバのリズム。それはね、なんかね、2月か3月に行ったりで、私が行ったのが7月、8月あたりだったから、あ、じゃあもう全然、それはもうなんかもう向こうは夏、こっちが夏の時寒い感じで、じゃあもう露出は控えめな感じだったか。マジか、もう全然パーカーとかちょっと、寒かったと。あ、そっか、日本の裏側だもんね。そっか、だから寒いのか、ね、なるほど、ちょっと全然今バカを露呈してしまった。そうだっていう、なんか印象に残ったこうなんていうの、観光だったけど、まあ何か印象に残ったところとかあったら。なんかでもほとんどバスで、そう、なんか写真もほらあるんだけど、うわでこくない？すごいでかい、これ帽子かな？なんかその教皇様って知ってますか？教皇様、あのね、キリスト教の一番上のトップの人がいて、それがこう若者のとこに会いに来るみたいな、でその集まってる感じのとこに来て、でよっみたいな、よで一緒にお祈りしてみたいな感じだったんですけど、その集まりのとこはもう世界中の若者みんないて、そう、何十万人とか何百万人とかすごいで、
人の方はいたりしました。私たちのグループが日本のグループ。あー、なるほどね。へえ。で、日本人も結構いたけど、一番多かったのはアメリカかな。なんかワールドカップみたいな感じだった。すごい。そんなにどんちゃん騒ぎぐらいの。すごい楽しかった。それが一番印象的だったかな。わーみたいな。じゃあもうお祭りみたいな感じだったんだ。そう、本当にその感じ。すごい。体験してみたいですよね。超楽しかった。夏休みは柴田とかで過ごしてたわけだから。そういうのにちょっと太いね。なんか羨ましいなと思いながら。ね、すごい。1年できない体験をしてきたわけですね。あと、はい、イタリアはもともとお姉ちゃんの結婚式があって帰るってなって。うんで、1ヶ月ぐらい家族はいたんだけど、うん、私は3週間ちょっと延長して1人で残って、1人で、そうそう、1人でバカンスを1人でバカンスをちょっと楽しんできたわけですね。そう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 、1人旅、まあそんな感じ。帰りはもう全然こっち行ってこっち行ってみたいな、全部1人でやってたけど。すごい。なんか大人結婚式のやつも、あ、3人でショットダンスとか超綺麗。美人姉妹だ。なんか似てるって言われるけど、わかんない、うん、似てる。帰ってきてからマルタちゃんの顔見て、さっきなんかちょっと変わったなって言ったんだけど、うん、多分お姉ちゃんの写真を見たことがあって、お姉ちゃんに似てきたなみたいな。ここに出てる結婚式の写真のお姉ちゃんに。イタリアで、イタリアは、うん、説明すると、うん、私の地元っていうか、そっちはすごいちっちゃな村みたいな町みたいなとこで、写真多分私送ったんだけど、出るかな。出ますかね。出ますかね。ちなみに写真、はい。ちっちゃな村っていうと、なんて言えばいいんだろう。うん、人口っていうか、昨日送ったエンドアップ写真。エンドアップ写真。柴田よりももっとちっちゃい感じの、全然そういう区とかじゃなくて、村みたいな。あ、じゃあちょっと田舎みたいな。そうそうそう、田舎の風景が、それもそれで素敵だな。出ないですね。出ないね。すごいなんかこう、うん、全部イタリアってそういう木とかでできてないから、全部コンクリートかレンガでできてて、家とか、うん、レンガ、そうそう。で結構なんか、なんか写真見ないと。ペスカーラ、そう、あの、そう、ペスカーラっていうところに、ペスカーラ、あの昨日送った写真、うん、ペスカーラ出るかしら、出るかしら。村、その村、そのマリちゃん、一番最初の写真、うん、なるほど。ないかな。ないかな。やばい、うまそうだ。そうそう、マルタちゃんはそこの地元で、じゃあもうその一人のバカンスの時も3週間ずっとそこで、ずっとそこで、おばさん家とか行って、お世話になって、ずっとそこ行って、友達と遊んで、エンジョイして。イタリアでの遊びって何をするの？気になる。遊び、うん、遊びっていうか、一番最後の日はボウリングしに行ったけど。ボウリング、それの前は別にもうなんか出かけるみたいな。なんだろう、ショッピングに行って。ショッピングはもうなんかイタリア来てすぐわーってもう全部使って、もうとりあえず全部終わって、あ、もう初っ端で全部買い物は。その後普通にもう街とか村だから、みんなでこうバーとかに行って、わー、バーか。それでなんか大人っぽくなって帰ってた。ちょっと大人っぽく外で色気を出して日本に帰ってきたと。そうかな。そういうことですね。顔が大人になって帰ってきたのはちょっと解決しました。そうそう、一番最初の写真。すごい、これマルタちゃんが撮ったの？そう、私が撮った。すごい、めっちゃ綺麗。なんかローラみたいな言い方。あの一番最初の夕日の写真とか、あ、これ、この街。すごい綺麗。わあ、こんなにも感動するものなのかと。これが、これが村みたいな街なの。すごい。で、一番上にお城があって。お城、そうそう。これ海で、一番上 の、 あの夕日の写真、それ探して、これが一番綺麗かな。すごい。これが地元とかも誇りに思えちゃうね。確かに何回でも帰っちゃうかも。ね、す
すごいな。なんかこれを自分で写真、マルタちゃんが撮ってきたとちょっと思わなくて、なんか写真と、うん、でも生で見たのと全然違うから、うん、違うけど、じゃあこれ以上に綺麗なんだ。うん、おすごい綺麗。すごい。運動する癒しになるし、行きたいっていう。めっちゃすごい、なんか中世の街並みみたいな感じがする。ずっとそのまま。すごい。何も変わってない。じゃあ本当に中世なんだ。すごい。へえ。ね、すごいな。でそこの村から下に降りてお買い物が必要だったらお買い物をしたり、車で行かないとちょっと町外れ行かないとないっていう、ね、そうなんだ。でイタリア行った時一番最初の3日間ぐらいはローマにいて、うん、おーローマで、ローマでバチカンとかも写真あるけど、うんうんうん、おバチカンにも行ってきたわけですね。3つ目の写真かな。すごい。これそれそれそれ、うん、これもバチカン。すごい。ちょっとなんかもう角度あれだけど、なんか日本と違いすぎてなんかもうすごいという言葉しかちょっと出てこないけど、じゃあすごいいろんな箇所を巡ってきた、まあ、巡ったっていうかまあ行った、うん、すごい。いや本当すごいしか出ない。でも建物全部その宗教的なやつでこう作られてるから、うんうんうん、なんかビルとかあんまりなくて、あの中にはちなみに入れたりはする？もう全然する。へえー、すごい。中の作りはどんな感じ？教会みたいに。作りはもうなんかもう壁も上の天井も全部絵で描かれてる、うん、すごい。やばい、ロマンチックだ。すごい、やばい。で、あのなんだっけ、像とかあるんだよね、ピエタっていうやつとか、わかるかな。ピエタって人の像とか。そうそうそう、イエス様とマリア様の像とか、もうそれも全部彫刻で、その人がやってるやつとか、すごい。へー、ロマンチックっていうか宗教まで、まあ、そうそうそっち、うん、なんかもう3回目ぐらいだけど、3回行っても結構感動してる。すごい、いいなー。いいねー。行ってみたいねー。行きたさが募りすぎて、ね、あとね、海が良かった。海も入ってきた。はい、イタリアはその行った時期は寒くはなかったですか？全然あの気候は一緒で、どっちかっていうとイタリアの方が全然暑い。40度とかあるけど。じゃあもう海に飛び込まざるを得ない。飛び込んできました。行きました。いいなぁ、海で泳いで。綺麗だった。真っ青？ほら、ある、ある感じ。あ、これも。なんか日本の海と違って、あの砂浜からもう、あのプライベートとかじゃなくても、そのパラソルとか、そういうビーチチェアとかも用意されてて。そこにこう借りて。そうなんだ、便利。こんな感じ。すごい。日本はね、海だとね、場所取りみたいな感じでこうお坊さんが立てたりするけど、こういう感じでもう誰でも座れるように、そういう場所もあるけど、ほとんどこんな感じ。海だと日本は、海の家って言ってかき氷があったりするじゃん。でもイタリアはそういうのはない。なんかその、なんていうんだ、屋台が回ってくる。ココナッツとか売ったり。ココナッツ、それさ、ストローさして飲む。そうそうそう、すごい。ココナッツ、やばい。楽しそう。まさに夏って感じだね。あと水着とか売ってたりとか。水着売る、便利。スマホに売ってんの。その押し車で回ってきちゃうんだ。めっちゃ気軽に買って。そう、気軽に買って。気軽に買って。浮き輪も売ってる？あ、浮き輪は分からない。そうなんだ。楽しそうだ、夏は。結構なんかバカンスには持ってこいの場所だけど、やっぱ住みにくいかな、私。どんなところが？なんかでも結構経済的にやばいから、そうか。結構なんかこう崩壊的な感じになってるから、まあ、それであんまり住みにくいかもしれない。習慣も私は日本だから、住みにくい。やっぱりちょっとこっちの方が、住み慣れちゃったかなっていう。いいな、何じゃあ。じゃあ何がなくて不便？え？何がなくて不便？何がなくて不便か？何がなくて不便？何がなくて？仕事がなくて不便。仕事がなくて。それは。ない。本当に仕事みんな日本みたいにコンビニとかそういうのはないじゃん。そういう便利さはない。あのね、私の町だったら日曜日は開いてない。木曜日も店全部閉まってる。じゃあ木曜日は何してる？家にこもってる。みんな家にこもってるとか、みんなどっか行ってる。
全部閉まってるから。じゃあもう食料なくなったらもう、だからその日一日ちょっと大変になっちゃう。なんか買いだめ、買いだめ派だから。あ、そうなんだ。家とかもすっごい大きいし、うん、全然違う、全部そのコンクリートで作られてたりして、ね、すごい綺麗。そういうところがちょっと日本と違って不便なのか。綺麗だけど住みにくい。全部綺麗だけど住みにくい。そこが。最後に印象に残ったイタリアの旅の思い出の中で一番印象に残ったことか。なんかやっぱ一人で残ったっていうのが初めてだったんで、まあ、それがちょっといろいろ経験できてよかったかな。一人旅、羨ましい ね本当にすごい。じゃあ次は来年とかまたどっか行ってみたいなって思うところ。なんか毎年帰ってくるべきだよって言われる。ちなみに去年はじゃあ帰らなかった。去年は帰らなかった。去年は帰らなくて、一昨年は帰らなくて、4年ぶりぐらいに帰ったから。じゃあ本当もう超久しぶりみたいな。そうそうそう。すごい。お金かかるもんね。そこだね。そうだよ、そこだね。お金を貯めて。帰るって言ったらもうショッピングもいっぱいしなきゃ。だから結構お金かかる、本当にお金かかる。ショッピング分まで積み上げる結構長くて、目当てはほぼショッピングみたいな感じだったから。ショッピング何買ったの？服ばっかり。そっか、そうだよね。服だよね、そりゃ。また来年もじゃあ出たらまたここでお話ししていただくという。マジか。行くかどうかちょっと分かんないかなみたいな。そのために。そのために、そのために。また太るのやだ。本格的に動画とか撮ってきてもらって声流すみたいな。イタリア気候みたいなね。イタリア気候本格的に誰かついていけばいいんだよ、カメラマン。あ、そっか、カメラマン。カメラマンで。その旅費はどこから出るんですか？出ません。先生から。話してるでは。先生のところから出るかな。課外授業ということで。そうなとてもとても夏休みを過ごしたわけですね。これからちょっと忙しくなるけれど、まあ、それも遊んできたから、ね、頑張るきゃないということですね。だね。はい、じゃあさて、そろそろ外も終わりの時間かな、はい、そろそろ、はい、ではさて今回の配信はここまでです、はい、来週からは2週連続で学園祭特集として競馬祭に出演する各団体をお招きしてお届けする予定です。どうぞお楽しみに。なんか所属してます？所属してる？私はなんだろう、教職の方があってそこにちょっとちょくちょく出るかな。なるほどなるほど。皆さんも私は一応幽霊だけどバドミントンサークル。なんか私は国際ダンス。お、踊るの？踊ります。見に行かないと。ぜひ皆さん見に来てください。はい、では今日はここまでです。はい、ではまたありがとうございました。来週もお楽しみに。またね、またね、バイバイ。